ピンポンパンポン。これからお話があります。どうぞ。皆さんこんにちは。幼児教育保育課の富岡と言います。よろしくお願いします。今度の模擬授業では、幼児教育保育課の2年間の学びについてお話をしてみたいと思います。またその中でも保育者さん、幼稚園の先生、保育園の先生にはさまざまな専門性が求められますが、子どもたちの学びと育ちの環境を整えるという視点で、つまり環境コーディネーターという視点でお話をしてみたいと思います。そして、幼稚園の先生、保育園の先生には思ってる以上に読んだり書いたりすることが多いです。そのことについて、お話をしてみたいと思います。では皆さん、せーの、来てね。